2018年1月、結成25周年の節目の年に4年ぶりの来日公演を行う予定のブライアン。セッター・オーケストラのブライアン・セッターへの最新インタビューが到着した。来日公演では、数々のヒット曲を迫力満点にプレイするとのこと。驚きのステージングを見る前に、このインタビューで気分を高めてほしい。25周年おめでとうございます。ツアーへの意気込みを教えてください。ブライアン・セッター、以下、ブライアン、新曲もいくつか用意して。いるから、いつでもビッグバンドと共に日本に行く準備は万全だ。本当に楽しみにしている。たくさん新しいことがあるんだ。日本に行けるのをとてもワクワクしている。ブライアン・セッター・オーケストラ、BSO、としては4年ぶりのツアーになりますね。日本公演はどんな感じになりますか？ブライアン、何を演奏するか、ということ。ビッグバンドと演奏を始めても必ず4人編成でピアノも入れてやるんだ。BSO でも4人編成でやるよ。ロカビリーを少しやって、またビッグバンドを呼び戻す。新しい衣装、新しいバックドロップ、背景幕、新しい、バンドスタンド、新曲、新しいことがたくさんあるよ。4年振りだからね、みんなに会えるのを楽しみにしているんだ。なぜオーケストラはここまで成功したんだと思いますか？ブライアン、BSO は特別だ。18人、いや今は19人編成でとてもユニークだよね。ビッグバンドを率いて彼らの前でロックンロールをやる。聞けばすぐわかると思うけど、バンドはどんどん成長している。この前ハリウッドボール、LA の著名な会場で演奏したことはとても貴重な機会だった。バンドには素晴らしいミュージシャンがたくさんいて、私だけのバンドではない。私はバンドのリーダーだけど、バンドメンバーのソロパートもある。いろいろな音を楽しめて、バンドはどんどん大きくなっているよ。ロカビリー・ライオットと BSO の違いは、ブライアン、ロカビリー・ライオットの時は全て私にかかっているんだ。立って演奏して全てやらなければならない。BSO の時はバンドメンバーのソロもあるから、少し違うんだけど、どちらも楽しんでいる。どちらが好きとは言えないな。ただ、BSO の時は聴いているだけの時もある。少し幅広いというか。バイクがお好きと聞いていますが、お休みの時は何をし、しているんですか？ブライアン、バイクが大好きなんだ。天気が良い日にバイクに乗って出かけるのは、最高のリラックスさ。そんなに特別なことはしていないよ。犬と遊んだり、釣りに出たり、今は田舎の方に住んでいるからね。一日中ギターを弾いている時もある。とても古いグレッチギターを何本か持っているんだ。夜は部屋で音楽やテレビをつけたままギターを弾いたりね。そんなに派手なことはないよ。犬と遊んだりキャッチボールをしたり、のんびりした感じ。ロカビリーファッションは日本でも人気があります。特に好きなアイテムは何ですか？ブライアン、モーターサイクルブーツは何足も持っている。大好きだよ、いろいろ合わせるのが好きなんだ。ウエスタンシャツやジーンズにループタイ。あとはテディボーイジャケットも大好きだ。長い丈にベルベットの襟、出かけるときは何の上にも羽織れるしね。日本人はおしゃれだよね。本当に楽しいよ。みんながドレスアップして会場に来る。アメリカではあまりそういうことはなくて、大きな都市くらいかな。ヨーロッパは同じだね。ロンドン、オランダ、フランス、ロカビリーファッションはとても人気があるんだ。いろいろ合わせるのが大好きなんだ。革のバイカージャケットにウエスタンシャツ、あと、フレックジャケット、迷彩柄、昔はそう呼んでいたんだけど、昔は古着屋やいろいろなところで買えたんだ。今は買えないけど、数ドルくらいで。まだ私はたくさん持っているよ。多くの人があなたのようになりたくて、フレッチギターを購入します。
ギターをうまく弾くコツはありますか？ブライアン、グレッチギターに関してだけど、そうだな、昔は古いギターだったから買った後に自分でいろいろ加えなければならなかった。昔に比べれば、今は買ってすぐに弾けるから簡単になったよ。ただ、新しいジーンズを買って最初に履くときのように、しばらく音を合わせて鳴らさないとダメだね。これみたいに、これは古いんだけどこのピックアップを自分で調整したんだ。ピックアップの位置がいつも低すぎると思っていたから、子供だ。だけどピックアップを外してマッチボックスをはめ込んだ。ピックアップを再度戻せば位置は高くなるだろ、そういうことをしていたんだ。子供ながらにうまく弾くためにそんなことをしていた。ただ、今はそんなことをやる必要はない。昔あったギターに関する問題は全て解決されてるからね。なので、アドバイスをするとしたら、自分の好きなものを買え、ってことくらいかな。クリスマスロックツアーもやられていますが、日本でもそれを期待していいですか？ブライアン、ち、ぎょっと遅くないかな。日本には1月に行くんだけど、もしファンのみんなが望むならいいけれど。クリスマスソングは大好きだからね。もし、昔、日本でやったようなクリスマスツアーをファンのみんなが期待しているならもちろん喜んでやるよ。コンサート以外に何か日本での楽しみはありますか？ブライアン、東京では友達に会ってギターショップに行って、今まで休みの日っていうのがなかったんだ。日本では公演がない日は移動日なんだよ。ただ今回は2、3日休みの日があるから遊びに出たいね。あとおそらくツアー全部を回る熱心な友達、ファンもいるんだ。彼らはすべての公演に来て、ヨーロッパ、ロカビリーライオットのツアーにも来る。クレイジーだよね、大好きさ。もちろん一緒に遊びに出ると思うよ、原宿とかでいろいろと遊ぶかな。あと、昔の古いギターをたくさん見てみたい。原宿にそういうエリアがあるんだ。ギター投げ落とし事件について教えてくれますか？ブライアン、毎晩、ギターを最後にぶん投げるんだ。そしてそれをキャッチするんだけど、取り損ねて目に電流が走ったんだよ。東京公演で。ギターのネックは真っ二つに割れて、ネックだけお客さんのところに飛んでいった。だけどそれを再度くっつけたんだ。ロックンロールだろ。いろいろと傷もあるけど、それが味になっていくよね。ライブイベント情報、ブライアン・セッター・オーケストラ結成25周年ジャパンツアー、東京追加公演、131水東京ドームシティホールチケット、一般発売、122日お問い合わせ、うどう音楽事務所 0334-025-999-udo.jp、札幌、124水ニトル文化ホールチケット、一般発売、930日お問い合わせ、同心プレイガイド 011-241-3871 つす同心プレイガイド .jp、仙台、126金東京エレクトロンホール宮城チケット、一般発売、1021日お問い合わせ、うどう音楽事務所 0334-025-999、東京、129月30日東京ドームシティホールチケット、一般発売、930日お問い合わせ、うどう音楽、事務所 0334-025-999-udo.jp 大阪22金ナンバハッチチケット9800円、 1F スタンディング 2F 指定、入場時ドリンク代別途一般発売、930土お問い合わせ、大阪うどう音楽事務所 0663414506udo.jp 大阪福岡、25月福岡国際会議場メインホールチケット、9800円、一般発売、930土お問い合わせ、TSUKUSU0927719009、広島、27水広島 JMS アステールプラザ大ホールチケット、9800円、一般発売、
2021土お問い合わせ、YUMEBANCHI 夢番地、広島、0822493571、名古屋、28期名古屋国際会議場センチュリーホールチケット、一般発売、後日発表お問い合わせ、CBC テレビ事業部0522418118関連リンク、有働音楽事務所。